よっこらせっと。皆さんどうもお疲れ様です。よし、勝手に男飯っつうことで、ね、残業続きでお腹すいた時はね、ちょちょいってこう感触的にご飯食べたい時、いつもポケットにね弁当箱入ってますんで、これね、ドラえもんポケットみたいなもんで、これ別名どこでも男飯っていう、どこでも男飯みたいなね、お弁当箱いきますか。簡単手早くお腹いっぱいっていうね、ほら、これもう自分のお腹の熱で温まってるご飯なんで、卵も出てきます。あなたもさすがにね、ちょっと今準備しました。で、これをですね、やべ、ちょっと多かったな。で、富山のアナンタン、もうこれでいいわけですよ。いただきます。危ない。まだちょっと気になるな。ごちそうさんでした。12月もあとわずか、皆さん頑張っていきましょう。以上、1221男飯でした。どうもありがとうございました。もう一回、はい。